菊油株式会社は山形県酒田市にある酒造メーカー。代表する銘柄は菊油36人衆。酒造りに使われる水は合産からの赤川の伏流水で中高水。工場内の自社井戸から供給されている。年間3000石を製造。蔵の最寄り駅は JR 東日本越線酒田駅から車で約15分。 企業経営理念は、正義、朝鮮は平成14首相年、平成30首相年、坂田は戦国時代には自由都市で36人の大商人が、月番3人ずつ12ヶ月で朝鮮や町の行事を担当し、最上義光の支配権を得た後もこの体制で統治が進んでいた。官営年間には、筆頭閣の合唱、池田総左衛門は、 北国一番の米の缶入れ、総左衛門という名を知らざるは、なしとも言われていた。この三十六人のことを、三十六人衆と呼び、元は滅亡した、欧州藤原氏の家臣で、武士は二軍に使えずという意識と誇りがあり、1622年に最上下に代わって、堺井家が町内藩主として来てからも、町人自治組織が維持された。 庄内藩も36人の野心のない誇りと、町民からの信頼を認め、名字、縦脇を許し、宅地に対して無税としている。このため、酒田には豊富な米を利用した酒造家がたくさん存在していた。ありがとうございます。